ウィルミントンの戦いは南北戦争の終戦が見えてきた1865年2月11日から22日にそのほとんどがノースカロライナ州ウィルミントン市郊外で行われた戦闘である。1月に第2次フィッシャー砦の戦いで北軍が勝利したことにより砦から30マイル上流のウィルミントン市はもはや南軍の港として使われなくなっていた。市の南にある ケープフェア側に沿った南軍の防御陣が落ちた後で、ウィルミントン氏は北軍に占領された。南軍のブラックストンブラック将軍は、物資や装備が北軍の手に落ちないよう、市から脱出する前に、特にタバコや、便下の保管物を燃やした。フィッシャー砦が陥落した後、港湾都市のウィルミントン氏は、封鎖破りの動きを封じられた。アメリカ連合国にはもはや、 大西洋岸に大きな港が残っていないことになった。南軍は、ケープフェア川川口に近い防御施設を開け渡した。重い大砲を上流に運ぶ手段を持たなかったので、それらを使用不能にするか放棄するしかなかった。前日にフィッシャー取り出で、南軍が敗れたことは、軍隊の指揮にも少なからず影響し、脱走兵が増加していたが、 残っていた兵士は士気を高く維持していたと報告されてもいた。ブラックストン・ブラック将軍がウィルミントン氏の防衛を指揮し、その野戦軍は北バージニア軍のロバート海・ホーク少将の師団と、いくらかの砲兵及び衆軍で構成されていた。ホークが、ケープ・フェア側東岸、フィッシャー砦の北にある、シュガーローフ沿いで配下の3個旅団を指揮し、4番目の 旅団が川の西岸にあるアンダーソントリデを守っていた。ブラックは政府の備蓄品を移動させるため、また海岸にいる北軍がウィリアム・シャーマン少将の軍隊を補強するのを妨げるためにウィルミントンに泊まっていた。北軍の総司令官ユリシーズ・グラント中将はゴールズボロに進軍するための基地としてウィルミントンを使いたいと考えた。海岸から ゴールズボロをつなぐ鉄道を当時両カロライナ州を北に移動していたシャーマン軍の補給に使うことができるはずだった。1865年2月、北軍第23軍団が到着しアルフレッド・イージテリー、少々の指揮していたフィッシャー・トリデー遠征軍団を補強した。ジョン・マカリスター・スコフィールドが合流した全軍の指揮を取り、2月半ばに ウィルミントン氏に向けた進軍を始めた。ウィルミントンの戦いは、ケープフェア川に沿った3つの小戦闘で構成されている。ロバート・ホーク少将の指揮する南軍師団がフィッシャー取の北にあるシュガーローフ前線を守っていた。2月11日、スコフィールド軍がアルフレッド・テリーの軍団でホークのシュガーローフ前線を攻撃した。その朝、 防災の大西洋側に並んだ北軍砲艦からの艦砲射撃で戦いが始まった。30分経った後、テリー軍が前進を始めたが、その左翼が川沿いにある湿地に邪魔された。午後の遅くまでにスコフィールドとテリーの軍は南軍の三平線を突破したが、その後に南軍の防御工作が強固なので、正面攻撃では落とせないと判断した。 スコフィールドは、ウィルミントン氏を川の西岸から攻略すべきと判断した。翌日、第23軍団のジェイコブ・ディ・コックス少将が指揮する第3師団を、ケープ・フェア川の西岸に渡し、ウィルミントン氏を守る主要な砦である、アンダーソン砦を落とさせることにした。デイビッド・ディックソン・ポーター海軍少将の砲艦が川を遡り、 アンダーソントリデを砲撃してその大砲12問すべてを沈黙させた。ウィリアム B ・クッシング海軍少佐の指揮下に北軍海軍はポーターの砲刊を前進させるために南軍の嫌いを爆発させるよう仕向ける目的で偽装の大砲を製作した。クッシングもポーターもこの策略が成功したことに大いに喜んだが、後の南軍の報告書では守備隊が偽装の船を見破り、 それに備えていたことになっていた。一方、アデルバート・エームズ淳将の師団に支援されたコックス隊は川の西岸を取り出に向かって前進した。コックスはトマス・ジェイ・ヘンダーソン大佐とオーランド・ムーア大佐の指揮する旅団を取り出に向かわせ、一方、ジョン・エス・ケースメント大佐とスカー・スタール大佐の旅団は湿地を抜けて取り出の側面に向かわせた。 ケースメントとスタールの部隊は、南軍の騎兵隊に遭遇したが、短い交戦の後でそれを追い返した。取り出の指揮官であるジョンソン・ハーグッド准将は罠を感知し、ホークからの連絡を受けたこともあって、北のタウンクリークに沿った防衛線まで後退することにした。ハーグッドの軍隊が退却を始めた時に、ヘンダーソンの旅団が攻撃を始めたので、取り出は容易にダッシュでき、 いくらかの捕虜も抑えた。ジェイコブ・ディ・コックス少将、アンダーソントリデとタウンクリークの戦闘の大半を、引きたコックス隊は、ハーグッド隊をアンダーソントリデから追撃し、2月19日には、タウンクリークの前線で追いついた。一方、ホークの師団は、ウィルミントン市の南3マイル、ハーグッド隊とは川向こうに退却した。テリーが、ホークの後を慎重に追い、待ち伏せされたり、 右手から側面を突かれる可能性を心配していた。この時点でエームズの次第がコックスの師団とともに川の西岸にいたのでテリーの師団はホークの師団に数で負けていた。このためにエームズの師団がサイド側を渡ってテリーのところに向かいポーターの艦隊は川の嫌いの除去を始めていた。翌日テリー隊が前進を再開し午後には ホークの新しい防衛線に向かい合った。テリーはホークがそこから動かない考えであることを確認すると、事態には残豪掘りを始めるよう命じ、その間に北軍の砲艦はホークの師団のすぐ西の川岸に沿った南軍の砲台の強さを探った。ハークッド隊はタウンクリークを渡す唯一の橋を燃やしてコックス隊の動きを遅らせ、 クリークの北岸で残酷に入った。コックスは南軍を包囲する作戦に固執していた。しかしハーグッド隊がアンダーソン取り出から退却したためにその作戦を実行できなかった。そこのクリークは渡ることができず、2月20日にコックス隊は川で一隻の平底船を発見し、それを使って参個旅団を渡らせ、その間の用道として、 第四の旅団が、ハーグッド隊と小ゼリア用を行っていた。ハーグッドは、北軍の側面に回る動きを感知し、その陣地がもはや守れなくなったと判断して、ウィルミントンまでの交代を決めた。その退却を援護するためにニコ連隊を残した。その後北軍が湿地を抜け、南軍の側面を攻撃し、ニコ連隊を改装させ、捕虜375名と、大砲2門を捕獲した。 翌日、コックスは破壊された橋を再建し、スコフィールド隊の砲兵隊がクリークを渡し、これで、ポーターの砲艦と共に、ミルミントン氏が大砲の射程内に入った。ブラック将軍は、事態の切迫してきたことを理解し、死の放棄を命じた。2月21日、コックスの師団が、死に向かう行軍を続けたが、ブランズウィック川を渡す橋が壊されていたことと、 南軍機兵隊の攻撃を受けたために遅れ、一方で、ホークの師団は、テリーの部隊を食い止め続けていた。ブラックは、その21日に、ウィルミントン市にいた北軍の捕虜を脱出させ、軍事的な価値があるもの全てを持ち出させた。綿花のタバコの樽を燃やさせ、北軍の手に落ちないようにさせた。さらに倉庫、鋳造所、造船所、船舶も燃やさせた。 ブラックは2月22日午前1時に部隊を退却させた。コックスの師団はその日午前8時過ぎに市内に入り、テリー隊がその1時間後に続いた。ウィルミントンの戦いの結果、大西洋岸に開いていた南軍の最後の港が失われた。ウィルミントン港は封鎖破りの主要港であり、タバコ、綿花などの物品をイギリス、バハマ諸島、 バミューダなどの地に運んでいた。北バージニア軍の補給物資の多くがウィルミントンを通ってきていた。この港が閉鎖されると北軍の海岸封鎖が完成し、南軍はウィルミントンに代わる大西洋岸の港を見出すことができなかった。ブラックはウィルミントンでの敗北について南軍の新聞から厳しく批判された。アメリカ連合国議会の議員も 大統領ジェファーソン・デイビスに批判を向け、その辞任を要求した。ブラックの軍隊はウィルミントンからゴールズボロに撤退し、そこでジョセフ・ジョンストーン将軍の指揮する他の南軍部隊と合流した。北軍はウィルミントンを捕獲したことによって、シャーマンの軍隊に補給する基地とすることができ、海への供給線が結ばれた。スコフィールドは、 市に近い鉄道を南軍が破壊していたので、その修繕に時間を使わされた。シャーマン軍に送られた物資を使って、ウィルミントンに送られ保釈された捕虜を支援し、また市内で生活している市民の援助もすることになった。スコフィールド隊は、オハイオ軍に再編され、ウィルミントンから内陸に進んで、ファイエットビルの近くで、シャーマン軍に合流した。ありがとうございます。